た劉備は後頭の各国が一心一バカ野郎、兄者がやられたんだ。敵討たねえで天下だなんだと言ってられっか。遺恨に惑わされ対局を見失ってはなりません。天下三分は強大な曹操に抗するために呉と組んでこその策。今その方針を崩しては。ちょん、もはや策の問題ではないのだ。殿。雲長、弟を殺されて黙っていられようか。兄者とここまで気持ちが一緒になったのは初めてかもな。ああ、よく解く。雲長の無念は私たち兄弟で晴らそう。雲長の恨み、何としてもこの手で晴らす。進め、本郷を完膚なきまでに叩くのだ。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。敵将、討ち取ったぜ。この拠点は俺が制圧したぜ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。拠点は俺が制圧したぜ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。出過ぎたようだな。天領の輩に負けはせえ。無理をして疲弊することもあるまい。下がって友軍と一緒に進むのだ。敵将、討ち取ったぜ。孫悟明、炎とは。いや、この炎、私の不明が招いたもの。わーりー、待たせちまったな。さあ、観光派暴れるぜ。食べんじゃねえ。敵将、討ち取ったぜ。おりゃ、これで戦局は我らに傾いた。全軍進め。劉備の本陣へ突撃せよ。この拠点は俺が制圧したぜ。
これは厳しい状況だな。これは手強い。押されているぞ。これは少々厳しい状況だな。一人ですか。随分と自信があるのですね。捕らえよ。食べんじゃねえ。間に合いませんでしたか。バリョ、私たちで劉備殿の活路を開きましょう。敵将討ち取ったぜ。この拠点は俺が制圧したぜ。ああ、私の願いはまだ。敵将討ち取ったぜ。仕方ありません。赤兵八陣への道を開きましょう。赤兵八陣は我々を通し敵を惑わす仕掛け。これでいくらか体制を整えられるでしょう。敵将討ち取ったぜ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも船を上げるぞ。どんな失態を。お手を煩わせて申し訳ない。やめんじゃねえ。この拠点は俺が制圧したぜ。おりゃ、敵将討ち取ったぜ。敵将討ち取ったぜ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名をあげるぞ。進め、竜のごとく攻め、鬼人を切り崩すのだ。次はお前か。一ひねりにしてやるぜ。しっしゃ、もっとやるじゃねえか。取れよ。敵将討ち取ったぜ。敵将討ち取ったぜ。よくやってくれた。よく解く。敵将討ち取ったぜ。鈴の観念が相手よ。気合い入れてかかってこいよ。食べんじゃねえ。少々厳しい状況だな。喧嘩だったぜ。敵将討ち取ったぜ。流れが変わったようだ。これでいける。
ここが正念場だ。我が知略に勝とうなど片腹痛いわ。敵将討ち取ったぜ。打開できそうにないか。やってもらおう。危ないところでした。援護感謝いたします。敵将撃ち取ったぜ。こんなところで終わらない。敵将撃ち取ったぜ。敵将撃ち取ったぜ。ですな。我らも武を示さねば。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。この拠点は俺が制圧したぜ。知略に勝とうなど片腹痛いわ。敵将撃ち取ったぜ。さあ俺と勝負だ。カットしろ。敵将撃ち取ったぜ。敵将撃ち取ったぜ。やめんじゃねえ。やりますだ。我が陣営も勢が上がりましょう。敵将撃ち取ったぜ。ここまでか。敵将撃ち取ったぜ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。参りましょうぞ。我らが共にあれば勝利は間違いありますまい。我が聖教なる将兵らを倒してきた。ならば長たる私が貴様を倒すまでよ。じゃねえ。
拠点は俺が制圧したぜ。ここまでなのか。父上、兄上、申し訳ない。敵将、討ち取ったぜ。よし、払えよ。この戦の勝利だ。雲長、見ていてくれたか。雲長よ、このグレーは。どうした？気抜けちまったか。よく解く。私は。なんで？今になって自分がしたことを悔やんでんのか？しゃあねえか。これまでは大義があったからな。でもこうだろ。先へ進んでもよいのだろうか。私はもう。いいんだよ。ここでやめたら死んだ兄者に顔向けできねえだろうが。終わっちゃなんねえ。生きてる俺たちは諦めちゃなんねえんだ。うん、強いな、よくとく。見守っていてくれ、雲長。私たちの志、必ずや成し遂げてみせるぞ。